タロスは、ユタ州、カイパロイッツ類層、白秋後期カンパニアンの地層から発見されている、トロオドン類の獣脚類に属する恐竜の属の一つ。モシキシティサンプソニのみが知られる。スコット・ハーマンによる、骨格復元図。赤色で示されているのは知られている部分、タロスは、ホロタイプ NVP19479 のみによって知られる。 これは亜生体の部分的な体骨格である。甲子要素、骨盤、脊椎の断片、地道弓、そして左の尺骨で構成される。2008年にネルネルによって、ユタ大学のカイパロイッツプロジェクトの一環で、グランドスターケースエスカランテ国立記念公園で発見、発掘された。記載は2011年にザノラによってなされた。もし機種は、 タロス・サンプソニ、タロス・サンプソニ。俗名は、ギリシャ神話に登場する、動く巨大な銅像のタロースと英語のタロンをかけた、シャレである。種商名は、スコット・サンプソンへの懸命。サンプソンは、カイパロイッツで、調査と化石採集をしている、テレビタレント・古生物学者である。生態復元図タロースは、鳥に非常に禁煙なグループである、マニラプトル類のトロードン類である。 すべてのトロオドン類の頭骨は、たくさんのユニークな特徴があり、化学骨にぎっしりと生えた歯、無数の歯などが含まれる。トロオドン類は、ベロキラプトルのようなシックルクロウを備え、鳥類を除けば、最高の脳家指数の持ち主である。これは、彼らが鋭い感覚を持ったハンターだったことを示す。タロスは、全長、約2メートル、体重38キログラムと推定される。 タロスの標本のシックルクロウは破損しているが、生前に獲物を攻撃する際によった怪我によるもので、ある可能性があると言われている。2011年、タロスは、トロードン化として記載された。同じクレードには、ビロノサウルス、サウロルニトイデス、ザナバザル、トロードンが含まれる。ありがとうございます。